旅と道連れは、田中の家による日本の漫画、月刊コミックブレードにて2006年9月号より、連載を開始して2010年4月号で終了した。作者のこれまでの作品とは作風をことにしており、舞台となる街の謎解きを物語の主戦律としながら、その謎を解こうとあがく登場人物、とりわけ主人公の成長を描いている。外部から隔絶され、 同じつ日を繰り返し続ける街という幻想的かつ閉塞的な世界を舞台にしているものの作者と意の軽妙なコメディ描写が物語をまったりと前向きに引っ張っていくこの作品では手のひらをはじめ手が大きなキーワードとなっているこの手が街の謎を解く大きな手がかりとなる2009年6月24日にドラマ CD が発売された 主人公の少女、旅は、ある日、日常から逃れるように学校へ行く電車とは逆の路線に乗って、かつて住んでいた町、ちょみちへやってきた。かつてお世話になった、渡るちゃんに会うために。だが、5年ぶりに訪れた町は、不思議な世界へと変貌を遂げていた。夏の一日を繰り返す町、同じ行動を繰り返す住人たち、そして、それを認識できるのは旅を含む、ごくわずかな、 人たちだけだった。移動も街を中心とした一定の範囲に限られ、それを踏み越えようとすると足場がほころんで先に進めない。旅たちは街を調べていくうちに街の成り立ち、先に進めない理由、鍵を握る特別な人たちのことを知る。旅は渡るちゃんに会うことができるのだろうか。キャストはドラマ CD 版のもの。糸口道という架空の都市であるが、 モデルとなったのは、広島県尾道市である。一時は、本作は最もアニメ化に近い作品の一つとして、しばしば話題に上っており、安達慎吾や有志、熱烈なファンによって支援が行われていたが、それが叶うことはなかった。事実足立自身が、企画書を作ったアニメ化の企画が存在したという、ありがとうございます。